では先に進みましょう。はい、ではこの上にね、向かいたいなと思うんですが、ここが少し難しいですね。少し難易度は高くなっております。まあ今まで通り、まあ、ピッケルとか使いながら登っていくわけなんですが、はい、では進みましょうか。すごいとこだ。これはどっちだったっけな。こっちでよかった。あ、コース。登っていきましょう。どんどんとね。これは。あ、そうっすね。からでよかったかな。オッケーっすね。真横からでよかったっすね。風が吹いてもね。はい。登っていきましょう。よいしょ。これはどこ？あ、そっか。あれっと、ああ危なかった。では行きましょう。そこ飛べるか。飛びましたね。ラナ、気をつけて。奴らがそっちに向かってる。できるだけ足止めしたんだけど。ありがとう。船に戻って。もし私が戻らなかったら。バカなこと言わないで、待ってるから。いや、いい人になりましたね。最初は当たりきつかったレイエス。よっこいしょっと。あれやっと、ではここを登るのも少しコツがいりまして、ちょっと左の方行って、順調順調。ではこっちです。できるだけ左の方に行きましょう。あれっと、怖いっすよね。実際にやってみろって言われたら絶対できないですよね。絶対できない。
はい、キャンプありましたね。どうだろうか、326ポイントくらい。まあこの後は使わないですよね。弓矢はもう使わないと思います。こっちね、あれよっと。さあここですね、ここが最難関、最難関の場所、最難関。意外とね、あのマウスとコントローラーの場合すげえやりやすいんだと思います。どうだろうね。どっちに行くか分かんなくなるんですね。オッケー、うまくいった。では、次は逆ですね。いや、最初ここ何回も死にました、ここで。では行きましょう。まあ、ここからアセントがまた非常に多くなっていきます。さあどっから来るの。まあ、慌てたいとこなんですけど、慌てにね行きましょう。弾は結構きついかもしれないですけど、ああ大丈夫かな。結構拾えるんでね。登ってるね。意外と当たらね。もうそんなとこ投げるんじゃないよ。逃げてるよ。あれ、うん、あ、気持ち悪い。どうだ。さよならだ。
やつだね。入れよう入れよう。あ、では、こいつですね。はい、こいつはね、背中を狙って戦いですね。よいしょっと、まあ、これを繰り返すだけですね。はい、攻撃の仕方がね、また変わってくるんですか。こんな。結構広範囲。近寄りすぎるね。隣接攻撃食らってしまうんで。よいしょ。よっこいしょ。間違えた。さあ来い、食らって来い。なんかベルケンですね。結構背中見せてくれない。あ、当たりました。よかった。さあこれで最後か。どうだ。死ね死ね。あらよっと。どうだ。はい、OK ですね。ではもう少しです。一応取っておこうか。もう少しです。最後オーマーサイヤスですね。見て、何しやがるんだ。お前のな。やめろ。さあマサイヤス、これが最後ですね。行くぜ。一応持ちだ。ヘッドショット。
ララ私大丈夫助けに来たよもう終わったの ありがとう信じてた約束したでしょさあ帰ろうあいつ、サムは大丈夫だから。何があった？終わったの。帰りましょう。よし、出発するよ。何も見えてなかった。未熟だった。ずっと父を恨んで世間と同じように疑ってた。でも父さんは正しかった。本人にそう伝えられたらよかったのに。世界に散らばるたくさんの謎をおとぎ話として片付けてきたけど、神話と現実の境界線は曖昧だった。答えを探そう。謎を解くために。何かいるかい？大丈夫。島で何があったか知らんが、その怪我とあんたの目つきを見たら知りたいとも思わん。まあいい。すぐ帰れる。私は帰らない。はい。いやララさん、確実に強くなりましたよね。はい。ということなんで、はい。よかったですね。トゥームレイダー。これにてクリアとなります。まあ、この後の作品として、はい。ライズ・オブ・トゥームレイダー。で、シャドウ・オブ・トゥームレイダー。あるんでね、そちらの方もやっていきたいなと思います。はい。それでは本日は、ここまで。したいなと思います。それではお疲れ様でした。